もうだってこれ1年ね、はい、みんな我慢して、はい、いよいよできるわけですから、それで1年間の間にまたいっぱいギャグが増えて、台本がそれをこれから稽古して、でなんとかたくさんの人に見ていただいて、今までのストレスが溜まっているものをバッと発散していただきたいと思ってますので、一つどうかですね、たくさんの人がこの公演があるということを知ってチケットを買って、来ていただくようにですね、皆さんでたくさん世間に知らしめてほしいなと思っておりますので、作品の内容はもう絶対面白くなってますんで、よろしくお願いいたします。はい、ここでお祝い大喜利をちょっとしていきたいなと思います。意味が分かんないよ。お祝い大喜利。三宅の実、みんな大好き、三宅の矢、優しい座長、三宅の毛、健康でいてください。素晴らしい、泣かせたね。ありがとうございます。素晴らしい、泣かせた、はい、どうでしょう。いや、トップバッターに最高ですよ。あ、本当ですか。綺麗にまとめた、お祝いだな。素晴らしいですよ。お祝いっぽい。大体こういうトップバッターがぐっと上げといて、ちょっとずつまたね落としていくみたいなね。そうですよ。小倉さんいきます。はい、ちょっとじゃあ、はい、じゃあ小倉さんお願いします。三宅裕二のミ、うん、ミスを見つけては、ミスってね、よく人がね、はい、途中で喋んなくていいです。説明いらないです。途中で喋んなくていいです。意味が分かんない。最中なんで。知ってる。ミスを見つけては、はいはい、やけに嬉しそうにけっけっけっけと笑いながら、もう本当に楽しそうに、もうないですよ、もう後ろの後ろの方からなんかやってきて、はい、なんか突っ込んで自分だけ受ける。いや、言うないじゃないですか。言うなかったですよ今。いや、どっかで言ってると思うんだけど。言ってない。言ってない。え？いや、どっかで言ってない。まとめてから始めてくださいよ。どっかで言ってたと思うんだよ。いや、そう、喋ってる途中であったかも分かんないけど、その頭を取ってくれないと。いや、そこはちょっと自分でちょっと、あ、ここが言うでここがうかっていうのを。あいうえお作文のルール知ってます？じゃ座長、みんなのね、このあいうえお作文を聞いてね、いかがでしたか？え、やはり人をお祝いするというよりは自分が受けたいっていうのを感じましたね。さてですね、実はここでもう一方、三宅さんにですね、ぜひお祝いを言いたいという方がいらっしゃるんですが、もしもし、もしもし、伊藤志郎です。うわー、伊藤志郎です。ね、サプライズで登場していただきました伊藤さん、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。三宅さん、はい、三宅ちゃん、はい、伊藤さん、とうとう古希ですか。古希です。ああ、おめでとうございます。はい、いやー、結構ですね、とうとう追いつきましたか。いやいや、追いついてないですよ。83でしたよね、伊藤さん。伊藤さん今83ですか。もうすぐ4。いや、私70です。いや、70じゃない。70から年取らないことにしたんです。なるほど。ですから、これからは三宅裕さんと一緒に肩を並べて年を重ねていきたいと思っております。演舞場の前に行くと大型バスが止まってて、ここからお客さんが降りてくるのを見るとね、胸がいっぱいになるんですよ。嬉しいですよね。それを味わいに行きますので、はい、はいはい、楽しみにしてます。はい、お待ちしております。はい、皆さんによろしく。本当にありがとうございました。はい、すいません、はい、わざわざありがとうございました。伊藤志郎さんでした。はい、フレーフレー、熱海五郎一座。最後に三宅さん、70歳の抱負と皆様へのメッセージをお願いいたします。そうですね、おかげさまでこの70歳のこういうことをやってくれたことが非常に思い出に残りますし、またこれがパワーになりますので、まあ明日から立ち稽古始まりますけども、このメンバーで、最高のチームワークで絶対面白いものをやりたいと思ってますので、とにかく何も考えないで見に来て大笑いして、それで明日からまた頑張ろうという気持ちになれるようなお芝居ですので、見に来ていただきたいと思います。そしてこの、一座が、あと何年続くかというね、今70歳ですから80まではなんとかやりたいと、あと10年10作です。あとラスト10作のうちの1作ですので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。